い、ということで、じゃあ一つ目の質問、ひもの先生がパーツをグルーでつなげる時の考え方やコツなどはありますか？グルーのつなげ方はさ、重なってる部分にね同じ点を打ってそこをつなぐんだけど、このね重みの調整が大切。初期段階だとね真っ黄色になってるんだけど、それだとね動き歪むんだよ。こんな感じでわかるかな、この赤いところに近い部分は赤の方に重みを優先させる、緑色に近いところは緑色の動きを優先させる。こんな風にちゃんと重みの調節をしてやることが大切ですね。こんな感じでね、腕を上げる差分があるんですけど、あのですね、なんと髪の毛を持ってるんですね。つまり普通の時は揺れなきゃいけないけど、持ってる時は髪の毛揺れちゃいけないんですよ。これがとても大変でしてね、こうやってやってる時はちゃんと髪の毛揺れて、腕を上げている時は髪の毛揺れないようになってるんですよ。これどうやってやったかっていうと、グルーなんですよ。こんな感じで髪の毛をね2つ作る。これ差分用でしょ。で普通の横髪もある。2枚作って、で1つは腕側に紐付ける。こっちの髪の毛は普通に頭の方に紐付ける。でそれをグルーで繋いで重みを調節する。あとね、グルーって実はね素晴らしい機能があって、この適応度ってあるんですよ。これこんな感じで動かしてるんだけど、適応度を 0% にするとこんな感じでグルー剥がれちゃうんですね。でこれをなんと点を打ってで、この適応度を変えられるんですよ。だから腕を下げている時は適応度 0% にしとく、腕を上げている時に適応度を 100% にするっていうので、腕の上げ下げで手に持ってちゃんと揺れないか揺れるかっていうのを考えてます。ひもねちゃんのお目々のお魚はアニメーションですか？アニメーションの使い方が未だに分かっておりません。アイドリングモーションってわかるかな？待機モーションってあるじゃん。ここで、モーションをここに入れられるんだよ。例えばここに、ジャンプとか入れたら、ずっとその、ジャンプしてる。バンザイとか入れたら、ずっとこうやって、ループしてやるんだよ。で、ここにお魚のモーションを仕込んでるんですよ。だから、お魚が動く動きだけ、アニメーションで作っといて、そこを、この、待機モーションに仕込んでやる。前髪、横髪、後ろ髪の XYZ 変形のつなぎ方というか、綺麗に見せる方法。パーツ上げだな、それも。影とかをね、ちゃんと動かした方がいいよ。後ろ髪をそのまんまにしてる方が結構多いんですけど、後ろ髪こそいっぱい動かさなきゃいけないんですよ。立体感つけると思ったら。ゆかなさんで言うと、結び目をこうやってね、完全に別パーツにしてくださってて、これを上山でこうやってつけてるんですけど、これをこうやってちゃんと動かしてる。それだけでも、こうやってね、ちょっとしか見えてないでしょ？実際のこう上を見た時には結構見えるんですよ。こうつむじの部分とかね。こういうのをちゃんと動かすだけでも立体感が出る。最低限この側面だけでもちゃんと作ってこう引き伸ばす。つまりこのちゃんとこの隙間を埋める。この隙間を埋めるのが大切ですね。このね、隙間を埋めないと目立っちゃうから、ここの影がそのまんまになってるとすごいもったいないので、そういうのをね、理解するだけでも結構いいんじゃないかなと思いますね。質問で、線画と塗りを離しているものって何がありますか？線画と塗りを分ける基準なんだけど、落ち影があるかどうか、落ち影か模様があるかどうかですね。それを定山で落とせない場合は線画と塗り分ける必要があります。これね、ゆかなさんのこの腕のさ、肩のところのこのフリルの、これをさ、通常で置くとこんな感じで線が切れちゃうから、通常の影じゃないとダメの時とかは線画分ける必要がありますね。髪の毛の側面やつむじなどの正面を見てるときに見えないパーツって、レイヤー分けしたときは非表示でライブ 2D に持っていきますか？もう原画っていう言い方でいいと思うんだけど、フォトショップで表示させてるときってひどいことになってますよ。あんまり気にしてない。普通になんかその、どんどん書き足していくから。原画は原画でね、最初にそのイラストレーターさんが VTuber さんに納品されたときは素晴らしい。タッチ絵としてね、そのまま。ちゃんとバンって出てくるの。私はそれを動かすように調整最適化してるから、で結構そのパーツをつどつど追加していくから、で、その非表示にしてさ、追加したりするじゃん。そのまま保存するから、ひどいことになってますよ。あんまり気にしないな。まあ、ただその見栄えが気になる場合は非表示でいいと思いますよ。別にその非表示はライブ 2D 上でいくらでも変えられるんで。モデラー増えすぎやろみたいに言われてた時ありますけど、実際足りてないんですね。それにはね、一つ装飾語が足りなくて、モデラー足りないっていうのは、ちゃんと作れるモデラーが足りないですね。つまり、一定以上のレベルを超えたら急に少なくなるんですよ。基本の動きができる。破綻しない。差分とかをちゃんと実装できる。あと、まあ、遅れない。遅れないはちょっと私ごめん、言えないわ。人のこと言えないわ。結構遅れるから。あと、ちゃんと連絡返してくれる。指示通りに作れる。これをね、満たすだけでも結構少なくなるんですよ。だから、そこのレベルをまずは目指してください。基本的なことです。それをちゃんとできて、ちゃんと連絡が返ってきて、仕事を受け付けてる人意外と少ないみたいで足りてないです。だから結構いっぱいいっぱいになってます。一定以上のモデルのレベルのモデラーさんはいっぱいいっぱいになってるので、ぜひそういう方が増えてくれたら嬉しいなと思ってます。新ひものちゃん先生のモデルは髪の毛を前髪、横髪、後ろ髪全部含めてレイヤー何枚になってますか？数えようか。恐ろしいことになる気がするけど、
105ですね。新しい干物ちゃんはですね、髪の毛だけで105パーツあります。え ?30? いや、135? 何か、え何か125やって。すいません。嘘ついた。125やって。まあ、こんだけだったら、それは 3D みたいに動くよね。まあ、こんだけを管理できる弾力と根拠は必要やけど。質問なんですが、この125パーツはデフォーマーやパラメーターも125でそれぞれ分かれているんでしょうか?デフォーマーやパラメーターは125それぞれで分かれてないです。結構一緒に入ってます。大体この線画とまずベタ塗りは大体一緒に入ってる。でもデフォーマーはデフォーマーでこの揺れ用にいくつも作ってるから、デフォーマーの数もあんまり変わらんかもしらん。いつも線画にバケツでカラーを塗ってるので線画とカラーの強化がガタガタしています。カラーの強化を綺麗にする方法を知りたいです。鉛筆風の線画でこうやって線画を描いていらっしゃる方がいらっしゃるとするじゃろ、まあ、これで色塗るじゃろ。そしたら境界がガタガタになるのをどうにかしたいってことよね。ペンツールでこうやって囲むじゃろ。こうやって右クリックしてパスの塗りつぶしっていうのを押して、でパスを削除。これで色を塗れるんよ。めっちゃ綺麗なんよ境界。これね、あのギャルゲーのあの CG 塗りとかですごいよく使われてる手法で、ただこれをクリスタでどうやったらできるかな。クリスタだったら選択範囲を滑らかにするっていうのがある。ぜひそれでちょっとやってみてください。つむじパーツどう変えたらいいかわからないので教えていただけないでしょうか。つむじが一番わかんないです。つむじだけ別パーツにして、こんな感じ、こんな感じでこう分け目がしっかり分かるようにするとわかりやすいかな。こんな感じでこうそこだけ描いて、この横の影はまた別にする。このつむじだけ別にして作るとすごいやりやすいと思います。正面の時はつむじを縮めてるのか。イエス。こんな感じで伸びる、ビヨーン、縮む、ビヨーン。依頼するときのおすすめサイト、にじま、ライブツーリー社公式がやってるサイト。あれの何がおすすめって、モデルを実際にグリグリ動かして、その人のモデルがどんな風に動くかを見れる。ちょっと怖い言い方をすると力量がしっかり見れるので、まあ、逆に言えば、知名度がなくてもしっかり作れてるのが一発でわかるので、ちゃんとうまく作れてる人には依頼が来ると思います。お金のやり取りでトラブルしそうなの怖いんですけど、にじまはその辺大丈夫ですか?なんなら間に企業が入ってくれるから一番安心なんじゃない?信用取引だからね、基本は。オーダーメイドとかの機能も整ってて。まあ、手数料取られるけど、企業入ってるから一番安全だと思いますよ。モデラーさんとか安価で依頼受注してる人がいますけど、大体どれくらいの依頼料設定がいいんですか?食える依頼料がいいと思いますね。ぶっちゃけ相場なんて合ってないようなもんなので、私今はじゃあ、どれくらいで受けてますかって言われたら、10万から200万って言いますね。安く受けてる方もいらっしゃいますよ。でもその人はそれで生活して生きてるから受けてるんだと思うし、生活していけないんだったら問題だと思うから、その値段にしちゃいけないと思うので、自分が食える量で設定するのがいいと思う。それで生活できない人は結局上げていくしかないから。あと安価でやってると、以前〇〇円で受けてましてはね、私もその値段でって依頼されやすくなりますね。私が金額を公開しないの、それもあるんですけど、どんどん自分の技術が上がって、私今多分最初ライブ 2D をやり始めた時から比べると工数が100倍とか500倍とかになってるんですよ。まあ見ていただければわかると思うんですけど。でも例えば依頼受け始めた時に金額を公開してて、それをずっとそのままにしておいたら、あの時あの値段で受けてたましたよね、でお願いします私言われたことあります実際に。そもそも依頼ってどうやって募集すればいいんでしょうか。干物先生は何からスタートしましたか。ツイッターで、ひものちゃんって依頼受けてますかって来ました。で、その後からどんどんメールとかも来るようになって。まあ、だからツイッターの DM はね、依頼しやすいからいいですよ、と言いたいんですけど、逆にツイッターの DM だと、なんか変な嵐とか来るから DM から受け付けてないっていう人はいるんですけど、もしね、カジュアルに最初受けたいんだったら、ツイッターの DM は私もおすすめですね。そっから受けた人もたくさんいらっしゃるので。どのレベルに到達したら依頼受けていいんですかね。それは依頼受ける側が決めるから、別にいつでもいいですよ、依頼受けてますっていうのは。むしろなんだろう、そのレベルが上がらないと依頼受けちゃいけないで、いつまでもその行動しない方がやばい気がするな私は。そこはね、全然依頼受けて いつでもいいと思います。その人が受けたいと思ったら。あ、ただごめん、一つだけ、ちゃんと受け答えができるとか、ライブ 2D 以前のことはできるようにならないとダメだね。答えが来たら3日以内に返すとか、あと指示通りにその人の言葉がわかるとか、そういうのは大切だわ。ごめん、それは最低限、それができたらでいいと思います。技術は決めるのは依頼側だから。